私は今、宮城県の鬼小梅にある、間欠泉、弁天の前にいます。およそ10分間隔で、熱湯が噴き上がりますが。これは、中の人が、定期的に発射ボタンを押しているわけではありません。自然の力で、こうなっているのです。私は、個人でできる、再生可能エネルギーの有効利用を、提案したいと思います。それでは先に進みましょう。これから行くところは、吹き上げ地獄谷、というところです。ご親切に、遊歩道が整備されているのですが、その遊歩道の脇から、100度近い熱湯が吹き出してくるという。名前の通り、この世の地獄のようなところです。とはいえ、吹き出す熱湯と、その横を流れる川の水が相まって、温泉マニア水源の、秘湯スポットを織りなしているのも事実。さて、本題に入りましょう。私は、この、永続的に得られるであろう、湧き立つエネルギーの、使い道は、しゃぶしゃぶしかないと、ここで断言します。ちゃんと、本日、いかにしゃぶしゃぶが上手にできるかを、実践してまいりました。それではしばし、その様子をご覧ください。タレは、ゆずポン。しゃぶ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 。ではいただきます。うん、文句なしにうまい。うん、やはりうまい。温泉のミネラル成分がいい仕事をしているに違いない。場所を変えてもうひとしゃぶ。間違いないです。どう考えても、うまい。しかし、気をつけてほしいことがあります。場所選びには、最大限、慎重になるべきです。なぜなら、誰かの靴下が、いい出汁を効かせてるかもしれないから。それでは、さようなら。